お疲れ様です。美味しかったんで、動画作ります。神田カレーのグランプリすごい。ちょっとね、母のところでご飯食べることになって、ちょっと嫁さんがいなくてね、ちょっと出てたんで、もうこれでも簡単に食べて夜ご飯にしようっていうことになりましてですね、あ、いいよって、もう何でもいいよっていうことでこれ出してきたんですよ。買ってきたからって言ったら、あ、いいよいいよ何でもと。で、すごいバカにしてたんですよね。まあ普通のカレーかなと。美味しかった美味しかった非常に美味しかった。神田カレーって言うんですけど、で、Amazon で見たらあったんで一応貼り付けておきますけど、僕のところでちょっとコスモスっていうお店であったらしいんですね。ちょっとよかったらですね、皆さんも試してみてください。いや、こういうのってやっぱり美味しいカレーあるんですね。350円ぐらいなかろうか、やったような気がするんですけどね。美味しかった。いや、塩、これ期限がやっぱあるっちゃろうね。どのくらい、25年、あ、1年はないけど結構あるね。持つ持つ、結構持つみたいなんで、よかったらね、食べてみてください。で、URL をね、Amazon で貼り付けておきますから美味しかった。これ好みはあるとは思うんですけど、これ私の場合これたまたま中辛です。で、いろいろ種類はあるんじゃないかなとは思うんですけどね、よかったら試してみてください。